ところにいるんですか。え、これ？あ、これね、この前の実験で使ったの。実験？そう。急に出られました。そう、そいつにはかわいそうなんだけど、この子に、まあ簡単に言うと、いろいろ注射して、で、どういうっていうのを、調べるっていうのは、MS っていう医科コースなんで、医科コースの高校生の医科コースなんで、メディカルサイエンス。そう、メディカルサイエンス。で、あるだよ。メディカルサイエンスではそれをやって、で、この間実験して、で、その生き残りというか。いや、もう生きてないです。そいつ死んでる？死んでません。昨日まで生きたんですね。はい。生きてる。どうぞ。懐かしい。そうだね。カマキに餌あげるためにコオロギ捕まりに行って、頭だけで1週間くらい行きました。うわ、コオロギすげえな。コオロギ頭だけで1週間で行った。おお、いい感じ。すげえすげえ。これ何でやったやつ？金属は。これなんかマグネシウム。あ、マグネシウムか。おお、綺麗綺麗。すげえ綺麗。どっちがやりやすい？あのスライドガラスじゃなくてないやつとプレパラートですね。あとカバーガラスないやつとあるやつ。あるやつの方が全然やりやすい。あるやつの方がやりやすい。なんかないと浮いちゃったりして。ああ、そっか、金属動いちゃうのか。もうそろそろ帰るけど、科学の、鍵欲しい。あ、はい。